スピルバーグ監督は自身の新作をね、撮影する前に儀式としてね、ある4本の映画を必ず見ているそうなんですが、その作品とは一体何でしょうか。結構安売りしてたやつですね、これ。これかっこいいですね。このアメコミタッチが良かったから買いましたね。予約段階でね、プレミア化したやつですね。これポスターのやつですね。これでね、3作品揃えるっていうのはね、これはなかなかできないんじゃないんですかね。で、ここから MCU 作品の、まあ、マーベルシネマティックユニバースの、スチールブックになりますが、まだ全部揃えてないんですよね。まあ揃えたいんですが、まあ今からはね、ほんと今からだとね、難しいですよね。で、まずはね、アイアンマン2、これ北米版ですね。いやー、このマーク5がめちゃくちゃかっこいいですよね。ほんとこれお値段がね、1万5000円くらいで買ったのかな。いや、きついんですが、まあ、かっこいいからね。で、アイアンマン3、これはアマゾン限定ですね。まあ、どちらかというとね、このシーンのね、スチールブックが欲しいんですかね。で、次、マイティーソーのダークワールドですね。マイティーソーの1作目がね、もう今すごいプレミア化してね、2、3万はするかな。まあ、そこまで出して欲しいとは思わないんでね。あんまマイティーソー好きじゃないし。で、バトルロイヤルね。で、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの1作目。これカセットテープがね、で、表紙のデザインになってるのがね、なかなか洒落てますよね。で、リメックスね。グルート。リトルグルートが、表紙になってますが、押すなってね。で、キャプテンアメリカのウィンターソルジャーですね。キャプテンアメリカもね、一作目買ってないんですよね。今だと2、3万か。まあ、そこまでして買おうとは思わないんですが。で、シビルウォーですね。シビルウォーはね、これ裏面なんですかね。こっちがかっこいいんでね、こっちにしてますね、表を。で、これはエイジオブウルトロンですね、アベンジャーズの。これも裏面ですね。表面は、あの、アベンジャーズのマークですね。あれ、一作目ってスチールブック出てましたっけ？ちょっと忘れましたが。で、こちらアントマンですね。で、ブラックパンサーで、で、インフィニティウォーですね。いやー、今年はね、エンドゲームだっけ？続きがね、早く見たいですよね。で、上行って、こちらは、ジュマンジですね。ジョー・ジョンストン監督のね。こちらは、劇中に出てくるね、ボードゲームのね、デザインとね、同じになっててね、そのエンボス加工になっててね、もう大変こだわってますね、これ。で、次に、その続編のね、ウェルカムトゥジャングルですね。俺もアマゾン限定だったっけ。で、次に、ピラニアの、これは3作目ですね。アジャ監督のね、これ傑作ですね。で、4作目のピラニアですね。これもジャケット素晴らしいですね。で、こちらは、猿の惑星のライジングですね。3D 付きの、2500セット限定のスチールブックですね。確か Amazon 限定だと思うんですが、こっちも、グレートウォーもね。で、これはヘンゼルとグレーテルのアマゾン限定ですね。ジェレミー・レナーが出てるね。でね、3D がついてるのはね、このスチールブック版だけですね。通常のケースの方はね、3D ついてないんでね。で、これ、名作の大脱走ですね。これもアマゾン限定ですね。
で、こっから007のシリーズなんですかね。ゴールドフィンガー1200セット限定。これは50周年のやつですね。で、サンダーボール作戦ですね。まだ未開封。800セット限定。まだロシアより愛を込めてがね、変えてないんですよね。ちょっと、若干プレミア化してるんですよね。で、これは、ああ、二度死ぬですね。で、女王陛下の007。ああ、この辺はね、スペクターの公開時に出たよね。やつですね。オープニングのタイトルのところをね、絵にしてるっていうね。Your Eyes Only。で、カジノロワイヤル。これかっこいいっすよね。スカイフォールの。慰めの報酬まだ書いてないんですよね。それとは別でね、のスカイボールですね。別バージョン。で、スペクターね。で、ヘラクレスはこれドウェイン・ジョンソンが出てるやつですね。1500枚セット限定でね。3D がついたやつですね。で、ララランドね。これもアマゾン限定だっけ。で、ゴーストインジャーセルね。アマゾン限定。若干、エンボス加工とね、文字がずれてるように見えるんですが、もともとそういうもんなんですかね、これ。ずれてますよね。で、アマゾン限定のブルースブラザーズのブルースチェブックですね。これ、裏面ですね。裏面を表にして。で、マグニフィセントセブンですね。荒野の七人のリメイクですね。で、ヒュージャックマンの、ウルバリンのね、ローガンですね。アマゾン限定。で、下行って、これはシャークネードね、北米版のスチールブックですね。いや、正面からね、サメが来る。まあ、劇中ではね、横構図なんですが、こっちはね、縦ですからね、かっこいいですね。で、グーニーズですね。これ、アマゾン限定ではなかったような気がするんですが。で、北米版の、君の名はの、スチールブックですね。これ、サントラがついてるんですよね。で、ゲオ限定の君の名はですね。で、打ち上げ花火、下から見るか横から見るか。岩井俊二監督のデビュー作のリメイク、アニメリメイクのやつですね。で、ディズニー映画で大好きなズートピアのスチールブックですね。で、こちらはモアナのスチールブックですね。なんか、ボックスでしたね。ボックスについてたスチールブックですね。で、これも、ファインディングドリーのね、この絵いいですよね。で、これは、寝具ですね。ちょっと、背表紙にタイトルがないんですよね、これ。で、最高のアニメのヒックとドラゴンですね。スチールブック。これで3枚目ですね。で、スターウォーズのエピソード8、最後のジェダイのね、スチールブックですね。スターウォーズもね、全部揃いたいんですかね。まあ安いからね、スターウォーズは。で、犬ヶ島。これ、ストップモーションのアニメですね。で、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドは、ジョージ・A・ロメロ監督のね、デビュー作の、ゾンビのね、定義を作った映画ですよね。なんか、このジャケットの絵は最初のポスターの絵らしいんですがね。いや、なかなかいいですよね、これ。これなんか貴重なブルーレイですね。で、次にコマンドですね。シワちゃんの。なんかこの30周年記念、日本語吹き替え新録版のディスクがついたのは、このスチールブックだけですね。だったような気がする。で、次に、これは悪魔の生贄ですね。
で、これもアムクマの生贄で、この絵がね、すげえかっこいいんですよね。このラストのね、夕日に、夕日をバックにね、踊るレザーフェイスがね。これはレアですよ。貴重ですよ。貴重ですよ。で、これも貴重なんですよね。2のね。これシリアのナンバーがついてますからね。2000しかないですよね、世界で。その中の756ですからね。これは貴重ですよ。まあ、お値段も結構しましたけど。1万8000で買ったんだ。で、チャイルドプレイ。チャッキーね。このタイトルがね、受け出てるんですよね。で、美女と野獣のスチールブック。これ裏面ですね。で、パイレーツ・オブ・カリビアンの。で、このキングスマンもね、プレミア化してますよね。あ、この続編の方はね、大してプレミア化してないですよね。で、ゾンビランド、これ北米版ですね。なんかね、シールを貼ったような、なんかカンカンにね、シールを貼っただけなような、あ、シール袋ですね、これ。で、こちらは、公園兄弟の、ビッグリボースキーですね。アマゾン限定。で、ピクセルは、クリス・コロンバス監督ですね。ゴールデン・ゲート・ブリッジにパックマン。で、ドンキーとスカイツリーと富士山ね。ここでスチールブック終わりなんですが、まあ、ここからはね、まあ、向こうの棚に入らなかったやつ置いてますね。で、アイアンマンからね、ずらーっと行って、インフィニティウォーまではね、MCU の作品ですね。もう全部揃えてますね。で、マイティーソークの一作目からね、まあ、3D になったんでね、もうここからはね、全部 3D で買ってますね。はい。で、アメージングスパイダーマンの、2とは、ちょっと逆になってますが、まあ、3D 付きでね、買ってますね。で、スワローテールからレリーシュシュのすべては、これ岩井俊二監督の作品ですね。ちょっとあとね、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るか。これ、岩井俊二監督のデビュー作なんですが、ちょっと箱がね、なんか、紙の箱に入ってね、しかもでかいんですよね。なんか白だから汚れそうでね、なんかなかなか開けれないんですよね。なんでこういう出し方するのか、ちょっと理解に苦しむんですが。で、最後に、マラソンマンですね。ああ、この新品、いや、以上で、洋画が1451本で、洋画のアニメが80本で、邦画が169本で、邦画のアニメが101本で、テレビ、OVA のアニメ作品が163枚で、その他の、ね、ジャンルが66本で、そのうち、3D のディスクは153枚で、4K UHD のディスクが11枚で、スチールブックが185枚のね、まあトータルで、2030枚のメジココレクションの紹介でした。まあ、全部でね、5回に分けてね、動画にしたんですが、まあトータルだとね、映画1本分のね、尺になってしまったんですからね。まあ、もともとはね、ただタイトルを追うだけの動画にしようとしてたんですが、まあ、それだとね、つまんないですし、あとね、溢れ出てくるね、映画愛がね、止まらなかったんで、ね、まあ、一部のみのね、紹介するっていう形でね、やってみました。まあ、これからはね、まあ、月1でね、買ったものをね、紹介していきね、で、年の割にね、また棚をさらしたいと思うんでね。
まあ、そういう形を取っていこうと思いますんでね、まあ、これからもみじこチャンネルをよろしくお願いいたします。ではまた。まず1本目はジョン・フォード監督の創作者、これは西部劇の傑作ですね。で2本目はデビッド・リーン監督のアラビアのローレンス、こちらはアカデミー賞作品賞を取ってますね。で3本目はフランク・キャプラ監督の素晴らしきは人生、これも傑作ですね。で最後4本目はね、スピルバーグ監督がね死とね、仰いでる、黒澤明監督のね真の侍でした。いやこちらの4本を見てね、いい仕事しましょう。